おはようございます。よろしくお願いします。はじめまして、水戸ホーリーホックから加入しました柳沢です。よろしくお願いします。まあ個人の中で、目標でもあった J1 でのプレーというのを、そのチャレンジを、しようという気持ちで来ました。オファーをいただいてから、結構バタバタしたというか、忙しい中で、あっという間だったんですけども、やっと始まったなっていう、気持ちです。ずっと僕は、プロ1年目岐阜に行くまでずっと千葉で、関東から出ずにいたので、関西のノリというかというのは楽しみでもあり不安でもありますね。はい。本当に雰囲気だったりはすごいいいスタジアムで、あの時は観客がそこまで入ってなかったんですけども、満員は、このご時世きつい厳しいかと思うんですけど、早くそういったところでプレーしたいなというふうに思います。自分の特徴でもあるオーバーラップから攻撃参加で、自分の課題でもありますけど、数字にこだわってガンバの勝利に貢献できればなと思ってます。水戸ホーリーホックから加入しましたディフェンダー柳沢浩です。僕の、オーバーラップからの攻撃参加をぜひ見てください。早くチームに馴染んで、貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。